いよいよ試乗の機会が、実現した新型レクサス RX、アメリカサンタバーバラまで乗りに来ているわけですが、続いてお届けするのは RX350、こちらの 4WD モデルになります。今度の、ね、RX350、いわばエントリーという位置づけになるわけですが、それが、ね、この車では NX に続いて 2.4 リッターのターボエンジン、こちらを積んでいます。スペックとしては、最高出力278馬力、最大トルク430ニュートンメーターという、ね、数字が出てますね。そしてトランスミッションはダイレクトシフト8速 AT、 こちらの組み合わせです。で、ね、この RX350 試乗車は、ベースグレードなんですよね。これね、おそらく日本には入らないのかなというところなんですが、まあ、見ていただいて一番それが分かりやすいのはこのモニターの小ささですよね。こういう設定もあるんだなというところですけども、まあ、本当はねこれでも別に十分じゃんという気持ちもあるんですが、はい。しかもね、まあ、見ていただければ、レザーというかこれはね、まあ、シンセティックレザーなんですけども貼ってある室内、これもね十分なクオリティありますよね。だからね、全然これでも嫌じゃないなと正直思うわけですけども、そういう仕様になってます。まあ、RX のね魅力というか、そこはね全く、このエントリーモデルでも変わらないですよね。まず見た目、特にね試乗車はこの21インチのねタイヤホイール履いてますんで、まあ、それもあってね非常に精悍な、はい、そういう仕立てになってるなと思います。まあ、今回の RX、すでにね説明してますけども、全長変わらず全幅はね1920ミリまで増えました。そして前高ちょっとだけ低くなっている。でね、まあ、ホイールベースが伸びてるんですけど、フロントオーバーハングの長さはね変わってないんですよね。でその代わり、まあ、ピラーを引くことでフロントノーズの、まあ、長さを強調した形。一方で、リアはね、オーバーハングちょっと切り詰めてます。ホイールベースが60ミリ伸びてますんで、まあ、その分リアが短いんですが、これね、まあ、見た目をスポーティーに見せてる。今までね RX ってどちらかといえば全長に対してホイールベースが短い感じね、それがちょっとまあ重たげというかそういう印象あったような気がするんですが、今回の車はね非常にスポーティーな感じ出てますよね。トレッドが広がってるのもポイントで、まあ、前幅も広がってますけども、特にリアなんてね先代より 45mm も広がってるんですよね。つまり前幅拡大分以上にリアがワイド感が出ている、ワイドになっているということで、そのあたりのスタンスの良さも効いてるのかなと思います。でパッケージングを見ても、まあ、ホイールベースが伸びたことで、前後席間の空間がねちょっと伸びました。さらにねラゲッジも増えてるんですけど、これがねまあ、ホイールベース伸びてると、ね、リアシートが仮に後ろに行ってるとラゲッジ狭くなりそうなんですけど、バックドアね薄くしたりとか、あとはまあ床もね、まあ、ちょっと下げたりとか、そういうことで広さを確保してる。 9.5 インチのゴルフバッグ4つ入るというんで、 RX に求められるだけのサイズは十分に確保できている、されていると言っていいのかなと思います。でね、肝心な走りはどうなのかというところなんですが、ね、特にまあいわゆるエントリーの、グレードなんでね、やっぱりそれが走りでちょっと我慢が必要だったりすると辛いよなみたいなところはあると思うんですけども、まあ、結論から言うと十分に気持ちよく走るなという感じですね。この新しいエンジンがねやっぱりまずねいいですよね。NX でもすでに使ってるエンジンですけども、高速燃焼のターボということで非常にね切れ味がいいというか、低速からしっかりと力出てるし、それがねトップエンドまで結構ちゃんと持続してくれるんで、まずね気持ちよく走る。あとはこの8速 AT ですよね、ダイレクトシフト 8AT、まあ、レクサスねすでに NX でも使ってますけどもね、レスポンスが甘い感じがなくてとてもねシャキッとした走りを実現してます。ちょっとパドルを引いてみますかね。トップエンドまで、ね、ストレスなく伸びます。特に高回転を好むタイプの、ね、性質じゃないんですけど、そもそも430ニュートントルクありますから、もうね今、60マイルだからちょうど100キロぐらいですよね。100キロ弱で1500回転ぐらいで走ってますけど、ここからの加速とかすごくね気持ちよくいってくれる。適当な適切なギアを選んで加速に入るんですけど、ゆるくアクセル踏んでった時にはそのままのトルクで1500からじわーっと出てくるトルクで十分にね流れをリードできるなというふうに思います。
でドライブモード、一応ねこの画面から選ぶ、これがねまあちょっと新型 RX のまあ一つの欠点だなと思ってますけども、ドライブモードってね、あの NX ではダイヤルがあったんですけど、 RX では画面から選ぶことになりましたよね。まあスポーツにすると反応がまあ良くなる、まあこれワインディングロードみたいなところ行くとね、あの差がはっきりするかもしれませんね。この辺ではねもうこんだけ速度出てるとそんなに変わらないかなという感じはします。ただやっぱこうやってねマニュアル変速した時の切れ味とかすごくいいですね。はい、こうやってマニュアルでね変速してた時のダウンなんかもバーンとね、すごくね、気持ちいいですよね。これはねあのハイブリッドとは違った喜びがあるなと思います。ちなみに動力性能はね0、60マイルで 7.2 秒という数字が出てました。まあこんだけ走ればね十分ですよね。あの十分速さを感じられるのかなというふうに思います。はい、そして乗り心地、乗り味も非常にいいですね。これまあ最初に乗った RX450H などでも感じたことですが、やっぱりねボディがとてもしっかりしているのと、リアのマルチリンクのね新しいサスペンション、先代はダブルシュボンだったと思いますけども、このね新しいサスペンションがまあダンパーをねきれいに動かすことができる、まあトレッドも広がってる、まあいろいろありますけど、聞いててね非常にあの普段乗り穏やかな感じと、あとは正確な反応っていうのをね見事に両立してるなというふうに思いますね。RX ってねあんまりそこで頑張りすぎない方がいいなと思ってたんですけど、うん、そういう車になってる。だけどそれこそコーナーが連続するような場面に行ったりすればしっかり応えてくれるし、今走ってるようなねこの田舎道というんでしょうかね、ちょっと荒れた舗装の荒れたとこなんかでもアンジュレーション結構あるんですけど、それをねしなやかにというかね、うん、しっかり受け止めてでもいなしてくれる、あの柔らかすぎるわけではなくて結構車姿勢はねフラットに保つんですけど、それでいてねあのしっかりと、受け止めてくれるというんですかね、はい、それをね受け止めていなす、この感じがとてもねバランスがいいですね。本当にね長距離とか乗ってても気持ちいいだろうなと思うし、うん、非常にレベルの高い乗り味を実現しているなというふうに思いますね。今ね、せっかくなんでクルーズコントロール入れて走ってるんですけども、結構ねまあ見ての通り、曲がりくねったで、ここ結構実は勾配があるところ走ってるんですけど、まずねレーントレーシングのうまさがだいぶ、まあ上達したなというかそういう感じがしますね。本当にね車線の中をこう余計な修正とかほとんどなしにねピターッとこのコーナーに沿ってね走ってってくれます。非常にね、まあ、あの楽ですね。これはねこれだけ結構コーナー続く中でも、うん、こんだけしっかりトレースしてくれるとねまあ本当に使えるなという感じがします。加減速もね実は非常にあのスムーズですし、まあやっぱどんどんこうした機能ね、まあ、レクサスセーフティセンス、まあ、3.0 という形になるみたいですけども、相当ねよくできてるなというふうに思いますね。これでこういう勾配なんかでもターボエンジン力があるんで、エンジン回転がこうバーンと上がったりしないでね、あの粛々と走ってってくれます。これはねかなりポイント高いですね。そんなわけで RX350 でした。まあいわゆるエントリーグレードと何度も言ってますけども、まあそういう存在だと思うんですけども、正直全く不足がないね車、プレミアム SUV として十分なというか、そういう車に仕上がってるなと思います。思えばね NX も乗った時ね結構エントリーのモデルがいいよねって話をしたような気がしますけども、さすがにね車体とかしっかりいろいろ作り込まれているこのプレミアム、ね、カーというかね、まあこの RX だけにエントリーでもちゃんと美味しいぞという感じがしますね。だからこれがね意外とというか解読感のある、うん、選択になるのかなというふうにね思いました。おすすめかもしれませんこれ。